ウーベ・ヨーンゾン、ウーベ・ヨーンゾンは、ドイツの小説家。社会主義の中で人間らしく生きられず、かといって、資本主義に、自由や正義を乱すこともできず、居場所を見つけられない、現代人の苦悩を描いた。ヨーンゾンは1934年7月20日に、ポンメルン地方の小都市上院で、畜産監督官の子として生まれた。1944年に、 ナチズム教育を行う寄宿学校に入学するが、敗戦に伴ってメクレンブルク地方のギュストローに移る。1948年には、ヨーンゾン曰く家族を守るために、ナチ党員になっていた父が、ソ連軍の収容所で死亡したと伝えられるが、ナチズムはヨーンゾンの成長にそれほど大きな影響は与えなかった。むしろその後の東ドイツにおける社会主義が人格形成に、 大きな影響を及ぼしていくことになる。1952年、ロストックの大学でドイツ語学と英語学を学び始め、1954年にライプツィヒ大学に編入、1956年にエルンストバルラフ派の盗まれた月を分析した論文を提出して卒業する。しかし、社会主義リアリズムを市場とする東ドイツでは、 表現主義の作品を扱った論文を書いた四ン,ゾンを市民的として排斥し、卒業後も定職を得られなかった。そのため翻訳や編集など臨時の仕事で生計を立てることになる。この頃、1953年から執筆していた、修作、イングリッド・バーベンダー・イルで卒業試験1953年を出版しようと心を見るも、ことごとく拒まれている。結局、 本作が発表されるのは死後1985年になってからであった。イングリッド・バーベンダー・エールでの出版こそ拒否したものの、西ドイツのズーアカンプ社は、4存の才能を認め、執筆を続けるようにと励ました。自作、ヤーコップについての推測は1959年に、ズーアカンプ社から発表されることとなり、フランクフルト書籍見本誌で好評を博す。 東ドイツに身を置きながら書き続けることの困難から、ヨーンゾーンは、同年にシベルリンへの転居を決意し、本格的な執筆活動に入っている。1960年、フォンターネ賞を受け、翌年、三冊目のアヒムデンを発表する。1962年、ビライコールマッシモ奨学金を受け、ローマに滞在。同年、エリーザベト・シュミットと結婚する。1964年、 カルシュとその他の三文を発表する。1965年、ベルリンの分断を題材とした二つの風景を発表する。1966年、ニューヨークに移住し、教科書編集顧問を務める。1968年から、死の前年まで書き続けられるライフワーク、記念の日々ゲジーネクレスパールの生活からの執筆を開始する。同年、 西ベルリンに帰還する。1970年、記念の日々の第一巻が刊行される。1971年、ドイツ語圏において最も権威のあるゲオルクビューヒナー賞を受賞する。1974年、テムズ加工のシェピジマにある港町、シェアネスに転居する。この頃、妻エリーザベトから結婚前の浮気を告白され、相手がチェコ人だったことから、 ヨーンゾンは妻が彼に対してチェコスローバキア、あるいは東ドイツのためにスパイ行為を働いていたという疑念を持ち始め、スランプに陥る。この件については、後に付随する問題の中でも触れられているが、当のエリーザベトはスパイ行為を一切否定している。1978年に妻子と離別する。1975年、ビルヘルムラーベ賞を受賞する。 1979年、フランクフルト大学で私学を講義し、翌年、付随する問題のタイトルで講義録が出版される。同年、トーマス・マンショーを受賞する。1981年、かねてから、信仰のあったマックス・フリッシュの70歳の誕生日を記念した短編、遭難者のスケッチを発表する。1984年、シェアネスの自宅で心不全のため死去した。 最後に目撃されたのは2月23日であったが、発見が遅れたため、正確な死亡日時は分かっていない。ヨーンゾ尊ンの作品の多くには、居場所を得られない人間の疎外感、孤独感が漂っており、東西ベルリン、ニューヨーク、シェアネスと安住の地を求めて、転居を繰り返した自身の人生を反映している。彼はイデオロギーに起因する、個人的諸問題を克服。 解決しよう、または、矛盾を求断しようとするのではなく、それ自体の姿で冷静に捉えることに重点を置いている。それを象徴するエピソードとして、四存ンン作品の片方の体制に帰結できない難解さを、彼は壁の向こう側にいるのでもこちら側にいるのでもない。壁の上にいるのだと、た虫色の表現を発した評論家について、壁の上に立つなどということは、 現代において文字通り不可能なことだ。なぜならその人は壁の上に横たわっているはずだからだ。射殺されたのだから。と、皮肉交じりの論評を述べていることが挙げられる。ありがとうございます。